んこんにちは。モニタインドラムスクールのモニタインとドラムショップアポロの清水さんです。今日はどういう企画をやるかというと、お家で消音編ということで、最近ではですね、まあ、コロナの影響もあってスタジオになかなかこう行けないっていうね、あの方とかもまあいらっしゃったので、なんか家でこういろいろこう揃えたいみたいな、あのいろいろ質問をもらったりとかもすることが多かって、まあ、特にこのオンラインレッスンを僕始めて、その生徒さん側が、まあ、一体何を揃えたらいいんですかみたいな質問っていうのは、まあ、よくもらうんですが、もう清水さんからこういうものを揃えたらいいんじゃないかっていうものを今日はたくさん持ってきていただいてます。イエーイ最近僕ドラムセットをね、まあ、ご存知の通り買ったんですが、まあ、皆さんこうドラムセットをもう家で置けないんで、なかなかこう手が出なかったりすると思うんですけど、まあ、このドラムセット買っても、まあ、こういうような消音のやり方がありますよというね、ドラムセットを買 こう夢を叶えるための一つの動画になればいいんじゃないかなと思ってるんですよ、僕は。はい、ええこと言うてる。ええこと言うてますね。清水さんが持ってきてくれたアイテムを、まあ、ちょっと色々とご紹介させていただいてもいいですか。はい、はい、エントリーナンバーワン、サウンドオフ、エヴァンスさんから出てる、これは消音パッドですね。消音パッド、うん、これはドラムセットに直接置いたりするものなんですか。はい、そのままだからヘッドを張ってある状態のところに、はい、ペトッと置くだけで、なるほど、音が消えますよ。だから例えばこういう状態で消音ができるという、これシンバルにもつけれるんですか。シンバルにも、はい、おお、ここのメーカーの場合は、うん、まあここでエッジのところに、あ、はめれるものがついてるということなんですね。なるほど。エントリーナンバー2、メッシュヘッド、サイレントストローク、これはレモさんが出してる、メッシュヘッドですね。これはあれですね、このスネアのヘッドをこのメッシュヘッドにこう張り替えて使ったり、ヘッド張り替えて使うということになるわけですね。エントリーナンバー3、練習パッド、たくさん持ってきていただいてありがとうございます。まあ、この練習パッドもね、どういう練習パッドを買ったらいいんですかみたいな質問って、まあ、結構多いので、まあ、ちょっといろいろ使いながらいろいろと試してみたいと思います。エントリーナンバー4、クリッこれが怖いです中卒が中卒さ怖いです怖いです怖いです。これはカットしたかなエントリーナンバー4、クワイエットトーン、セイビアンさんから出れる、ローボリュームシンバルですね。ローボリュームシンバルでも穴が尋常じゃないぐらい開いてますね。めちゃめちゃ開いてますね。ね、こう電子ドラムだとどうしてもこうハイハットとかこうシンバルの、双方に、まあ、限界があったりとか、こうハイハットの踏み心地とかこうシンバルのタッチとかに限界があるので、それを、実際のシンバルに近い練習ができるということで、今回はね、ローボリュームシンバルを持ってきてもらいましたが、まあ、実際どうなのか検証してみたいと思います。それではやってみよう。はい、ということで、まあ、ひとまずこの元のドラムセットの音がどれぐらい大きいのかということを、検証していきたいと思うんですが、叩いていってみますね。まあ、こっちのもう一眼レフのカメラだともうバッキバキでもうわけわからんくなっちゃうぐらいやっぱね音がでかいんですが、まあ、一体これがどれぐらい音が抑えられるのかっていうのをちょっと試してみたいと思います。シンバルを取り付けてみようかな。初めて使いますね僕も。バッシュとライドにローボリュームシンバルが取り付けられたんですが、ちょっと今の時点でどれぐらいあるのか。どっちがトップでどっちがボトムがあるんですか。もうどっちでもいいですね。
こう音出えへんけどちゃんとシンバル叩いてる感が出るからいいですね。すごくタッチはね、シンバルに近いっていうのがそうですね、うん、そうもともと静かに演奏するために作られたものなんですか。ジルちゃんから最初に出てたので、はい、いわゆるトリガーをつけるためみたいな、はい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 、そこから、まあ、発生したみたいな感じの、なるほど、ヒントとしてはあるんですけども、はいはい、でもなんかね、あのレッスン動画とかでこれに実際にトリガーつけて、そうそうそう、こう自宅の環境で配信されてる方もいるので、うん、こう家でやるには本当にでもいいですね。じゃあ実際ちょっとこのローボリュームシンバルとサウンド、サウンドさっきのあの外資感のあるあのあれとローボリュームシンバルのライドシンバルとサウンドオフのライド、これちょっと叩き比べてみてみましょう。サウンドオフバージョンタッチはどう感じる？タッチはね、でもやっぱシンバルですね、うんうん、そのでもただ音がシンバルではないので、はい、ああなるほど、こういうことになるんですね。この辺叩いてもありなんちゃうかなって思いますね。だから消音性はってなった時に、そうですね、家でこの音鳴らされたらでもカップ叩くとまあまあそうですね、これもあれなんかな、やっぱ家で叩くとちょっとこのままさっきのドボリュームシンバル、そうそう、クワイエットトーン、クワイエットトーンですね。やっぱでもテンションが上がるのはやっぱちょっとこのクワイエットトーンの方がね、やっぱこうシンバル感が、ただやっぱこう穴開いてるんでこっちに飛んでいきそうなことはあるかもしれないですね、穴が開いてる分。そういった時にこう若干ちょっとこう横に飛んでいきそうになるかもっていう感じなんで、なんか打感的にはこのサウンドオフの方がいいかもしれないですね。またこう音的なテンションはトントンなので、音量的にはでも同じぐらいですかね、こっちの方が大きいですかね。どうでしょう、いや出てる音質が違うからね。そうですね、うん、ちなみにこれにこれを貼るとかっていう手もあるけどこれをさらに音量を抑えたいみたいな、ワイエットにサウンドオフ、ね、サウンドオフみたいな、消音に消音を足してるという感じですもんね。これはなかなかの絵字かな。おお、だいぶ消音されてる。これいいかもしれないですね。でもこの打感的にも、うんうんうん、あの安定したし音もだいぶ抑えられてるし、うんうんうん、これめっちゃいいと思う。これやったら多分、ね、これやったら家でやっても大丈夫じゃないですかね。まあバレないでしょね、おかん来ないですよねこれ。ということがサウンドオフもその、はい、クラッシュの方はこの、そうですね、そう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 、あなるほどなるほど、いわゆる昔からもこの形ではあるけど、いろんなゴムであったりとか、はいはいはい、っていうのでよく出てた。あ、なるほど。じゃあちょっとこれちょっと装着してみよう。あっちで16がそこで、はい、僕が18インチっていうすごい、全然音せえへん。これやったらこっちのカメラで拾っても全然多分ポコポコポコが出てるぐらいの感じで拾えてると思うんで、音割れてないと思います。若干の工事現場感はでもありますか。これを、あ、そうですね、このままちょっとサウンドを、あ、これがハイハット用のやつなんですね。あ、でもちゃんとなんかちょっとチキチキ感も出るし、オフっちゃう。あ、なるほど。あ、ほんまや、でもオフっちゃった方が、なんかこのなんかパッドというかちゃんとこうダブルストロークの音が出るし、クラムも
するのにも結構いいですね。練習パッドパターン。あ、練習パッドっていいですね、やっぱり。すごいよくできてるな。でもそうですね、このスネアの上に練習パッド乗せたら、まあ、ちゃんとスナッピーの音も反応してくれるし、すごいいいかもしれないですね。これにしちゃうと意外と音楽なのね。もう一回戻してみて。意外となるよね。意外となるっすね。意外となるよ。奥にするのがやっぱ前提になるよね。そうですね。音を乗せるパターン。また乗せる。あ、でもこれはあれやな、スナッピーの音が消えちゃいますね。なんかちょっとさっきよりもテルパターンの方が若干ね、若干なってくれるし、音量の違いはあんまりないから、これはこれはこれだけの方がいいかもしれないですね。ハムダの日にもつけてみたりしてもいいですか。ハムダに14、すごいすごいな。すごいな。めっちゃ揃った。あ、なるほど。でもちゃんとこうハムの音色がしますね。スナーよりもでも全然消音されてる感じがしますね。まあスナッピーがない分ね。スナッピーのジャラジャラぐらい。結構まだ裏は何も言うとされてないですから。そうですね、叩いた時の振動は少し裏のヘッドがブンとこう響いてる、でも打感はめっちゃいいですね。ね、太鼓叩いてる感がすごい出ます。そうそうそう、はいはいはい、DRP って言ってたぐらいから。あ、そうかそうか、なるほど。それは追求してる感じですね。あ、もうバスドラ、バスドラ、バスドラですね。まあ、スポンジみたいな、スポンジとここがもう少し硬いこっちと同じような材質。はい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 、なるほど、はい、あ、全然違う。あ、取り付けれました。ここが一応、あ、なるほど、首の調整できるで、一応ね、16から26まで、16から26までめっちゃ幅広いんですね。16から26まですごい、どんなドラムセット買ってもまあ大丈夫でしょう、いけるということですね。ね、やっぱバスドラ踏んでる感がやっぱちゃんと出てるというか、さらにもうちょいこう、なんやろ、抑えたいなみたいなことを思った時って、ちょっと中に毛布でしょうね。あ、なるほどなるほど、これ今ほとんど毛布が何もない状況、入ってないですね。だから、まあ、いわゆるシェルなりであったりとか、フロントから、フロントのヘッドとか、はいはいはい、いうのにも中で空洞ができてる分、やっぱりちょっと響いちゃう、タムとかと同じ話ですよね。なるほどなるほど。ちなみにタムとかももうちょっと音量抑えようと思ったら、この後ろにちょっと、あ、もう後ろ抜いちゃう、あ、後ろ抜いちゃう、あ、なるほどなるほど。お、外されました。お、全然違う。これでありです。後ろのヘッドがこれで止めてる。あ、やっぱ全然違う。そうか、じゃあもうさらに消音しようと思ったら、もう後ろ外しちゃったらもう、まあこれ全然違う。なるほど、これがサウンドオフを使ったパターンですね。ね、ドラムセットを買ってもそのままこう乗せるだけやし、ね、割と楽ですし、で、なんかやり方次第ではさらにこう消音できることも可能となってるから、これは夢が広がりますね。これはドラムセットを買っても大丈夫、買っても大丈夫です。はい。次はちょっとメッシュヘッドに、張り替え作戦で行ってみようと思います。ちょっと僕も手伝おう。メッシュヘッド使うのも僕初めてですね。電子ドラムでも初めて。
電子ドラムではありますね、はい、楽器屋さんとかで試したことがあるぐらいなんですけど、はい、変な感じ結構だからメッシュなんで、はい、無限に締めていってしまう。そうですね、なんか音で張り具合が分かりにくいから。こんなことないかな。ちゃんと2人で動画撮ってる時ってヘッド張り替えてる絵めっちゃ多いですよね。タムの音する。はい、ということでこのスネアと、タムとフロアにサイレントストロークがメッシュヘッドが貼られましたが、ちょっと叩いてみようと思います。ちゃんとスネアで、スネアの音が、メッシュヘッドなんで、なんか生の打感とはちょっとやっぱ離れちゃう感じはしますね。沈みすぎる感じは若干否めないかもという、なんかスネア叩いた時にニューって中に入っていく感が若干あるので、なんかリバウンドがパッドとか、あの実際のスネアを叩いた時よりもちょっとなんかいろんなところに飛んでいきやすいかもっていうのはちょっと感じますね。あとなんかやっぱ細かいダブルストロークとかフラム、まあ、特にフラムがこうトレーニングしにくいかも。ロールなる。なるけど。もう待って。ホーミーのような感じ、ね、はい、これを乗せる。あ、これを乗ると。あ、なんか。さっきのあのヘッドやとスナッピーがなってたのが振動がいかなくなる。そうですね。パッド本来の音もちょっと抑えられてる感じはします。感じはしますね。例えばこっちに置いてこう叩くのと。変わらない。変わらない。ダブルストローク、こうパラディドルとか、まあ、フラムを練習するにはやっぱパッドが一番こうね、打感もこう感触的にも一番確認できるし、ね、音的なことも、まあ、パッドが一番こうしっくりくるのはありますかね。リグショットもちょっと鉄の音がしますね。練習しにくいことですよね。なんかこうリムショットはなかなかこう当て感ができないので、タムに関してはなんか割と生に近いような感覚が。さっきのそのサウンドオフと比べて、あ、そうですね。あ、ちなみにサウンドオフがこう、私にはサウンドオフを叩いてる方がタムを叩いてる感はやっぱりあるかもしれない。これにサウンドオフ。そうですね。やっぱちょっとこう音色も変わるんで、こうね、タムの練習としてもやっぱすごい、タム回しの練習とかもすごいいい感じですね。しかもなんかやっぱ音がやっぱしっかりと抑えられるし。これも多分叩いてもらうと、はい、こう、あ、下押さえた状態だ。全然めちゃめちゃ消耗されてる。あ、なるほど。4面変えたらほんまに今のこの状態に裏は貼る必要があるのかっていうことにはなる。そう、タム感がやっぱり欲しいところではあるから、後ろはやっぱりね、普通のヘッドの方がいいですね。でもそれでもちゃんと消耗されてるから、そこまで家でね、夜中叩くとちょっとうるささは出るかもしれないですけど。ちなみにこのヘッドって
もう少し張ったりってもいけるっていうことですね。ちょっと張ってみていいですか。はい、ちょっと。これなんか怖いっすね、なんかビリンってなる。破れへんわけじゃないですね。そうですよね。耐久性ってどんな感じなんですか。一緒やと思うけどね、そのヘッドとかと。ああ、なるほど。それは強打すると破れるし、伸びてきたりもしますよね。伸びてきたりもします。結構パリパリにする人もあります。ちょっと今パリパリ目なんですけど。あ、パリパリ目にしたら結構あれですね、スネアの板感に近いものには。ちょっとスネアらしさかな。なるほど。あ、でもこれいいな、やっぱりこうね、スネア実際に買って家でね、なかなかこう叩く機会ってなかなかないと思うんで、家で例えばこうマイスネアで練習をするのに、このサイレントストロークというかこうメッシュヘッドを使うっていうのも全然ありですね。これとなんかちょっとルーディメンツ練習しようかなと思った時に、この上にね、パッドをこう乗せたりするとね、こうそれでもいい練習になると思いますし、細かい部分の確認は、そうですね、ある程度音が鳴らないとできないっていうのがやっぱり、うんうんうん、そう、難しい。そうですね、消せば消すほど、うんうんうん、自分が何やってるのかわからないっていう。そうですね、そうそうそう、なんか噂によると、あんまずっとつけっぱなしとくとエッジを痛める可能性があるみたいな。可能性はありますね。ね、まあ、金属のスネアはまだマシなるけど、結局はこの触っても分かるようにザラザラしてるので、その一番こう、まあ太鼓でも大切な部分と言われるそのエッジにこうずっと擦れるってことになると、意外とここが数年の単位でとか、あとはよう練習する方ですよね。ああ、そうですね、よう練習する人に使った時に結構エッジがボロボロになっちゃってたっていうのはちょっと聞いたり。なるほどなるほど。あんまりずっと張りっぱなしにしすぎたりとかはちょっとしない方がいいですよね。うん、定期的にちょっと外してというかメンテナンスというかした方がいいですよね。した方がいいかもしれない。うん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 、まあ、普段ね、こうライブとかスタジオ練習とかで、まあ、普段のヘッド、普通のね、実際のヘッドを使って、うん、で家でちょっと練習するときに、まあ、ヘッドの張り替え練習でもないけど、うんうん、そのついでにこうメッシュヘッドに切り替えてみたいな感じでもいいですよね。うん、でもマイスネアを使うこうね、チャンスなので、そう、これはいいですね。あとは足の練習パッド。あ、そうですね、足の練習パッドと、そうやな、足の練習パッドをこのまま最後に試してみましょうか。広さが欲しいな。引っ越しですね。あ、でもすごい硬い。硬い。でも R のやつはまだ柔らかい方なの。あ、なるほどなるほど。あの、まあいろいろ目があるけど、はい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 、もっと硬いのもあったりもします。よくでもここにタオルとかを巻いて、あ、やってある人いますね。電子ドラムとかでもたまにちょっとこれにちょっとタオルをかぶせてみる。あ、音も抑えられるし、なんか踏み心地が柔らかくなりますね、若干。これでも全然ダブルの練習もできるし、なんかこうね、連打アンクル奏法的なものも全然できるので、足の練習には全然使えますね。このままさっきのこの、ローボリュームハイハットとさっきのこのメッシュのメッシュヘッド貼ったスネアを組み合わせて簡易ドラムセットをちょっと作ってみますね。これめっちゃいいじゃないですか。おうち3点キット。これいいですね。でもね。あ、すごい、なんか。これがやっぱちょっと大きいですね。これって振動的なもんってどうなんですかね。振動はやっぱりどうしても出ます。結構ありますよね、これね。
踏んでもなんか、うん、下にドンっていう感じは若干あるので、こうしても響くでしょ、うんうんうん、この場合は、まあ、スネアも多分、はい、ハイハットもね結局踏んだら、この床をまた、うんうんうん、住環境によって、まあそうですね、そうそうそう、いじらなあかんっていうとはもちろんあります。お家のこう練習環境としては割とこれで一旦は整いそうな感じですね。こうマイペダルも使ってマイスネア使ってで、このハイハットの練習もできるし、こう組み合わせて、仮面つけたらもう音量的にはもう揃ってきたよ、ね、だいぶ、あ、これが一番いいんじゃないですかね。金属の部分を叩いてみる。こっちそう。でも若干のこのハイハットさがやっぱりちょっとね、後ろが鳴ってくれるから出てくれるし、だいぶ抑えられてバランス的にはすごいいい感じになりましたね。でも全然これで足の練習できますね。8ビート叩きながらこう左足練習したいですみたいな人も結構いるんですけど、これやったらこうね、こう すごいいい感じの練習ができるんですね。まあでも以上ですかね。いや、ありがとうございます。もう一個あれちゃう、こう、あこれってこっち向けで、こっち向けなの？でいいんですかね。裏向けかもしれない。裏向けにして。お皿状にしてよ。お皿状にして。あ、でもこれ。おお。おお。おまあいい。そんな消耗されてるかな。だから振動がね。あ、そうか。っていう感じなんだけど。そういうことですね。この理論的にはね。なるほどなるほど。直接それを逆の方がいい。そうそう。あ、直接これを乗せた状態で。あ、そうか。ここに伝わってる。ここに伝わってるやつが、それをやっぱり改善されるマンションとかっていうその住環境の場合、開花へのっていうのが、まあ確かにこれはでも床にあまり足の裏にこう今あんまり感じてないよねっていうので、あ、確かに確かに。そうそう。それは本当にそうですね。こういう使い方も。うん。あ、でもこっちやったら、あの、たっぷりだけどリムが使えるんじゃない？あ、ほんまや、賢いですね、この使い方。リムショットが使えるという。ちょちょできるね。ほんまや、もうね、オープンリムショットもしようと思います。まあ、すっごい浅いリムやけどそらそらのそらやって。いやでも一応ね、一応ちょっと当たる練習ができる。なるほど。でもまあいろんな組み合わせをちょっと今日はできましたが、はい、ドラムセットとかこうスネアを買っても、まあ、消音のこうやり方がいろいろあるという、いろいろことで、はい、環境に合わせてやっぱりその、うん、じゃあ床を、はい、のところから、うん、まあ絨毯引くその上に柔らかいとか、はい、まあよくカーペットとかを重ねるっていうので、はい、その防振、うんうん、防音ではなくて防振の方をしなくてはいけない、はい、っていう場合もあるんですけど、うん、それを組み合わせたりすると、まあ、こういうグッズで練習することができると、うん、なるほどですね。だからね、家でこうハイハットの練習もできるし、家で足のねこうダブルの練習とかも、まあ、こう工夫次第ではできるということで、まあ、それのアイテムを今日はいろいろ持ってきていただきました。ということで次回は練習パッドをねたくさんたくさん持ってきてくれてるので、これをちょっとどんな練習パッドがいいんでしょうかという質問をたくさんいただくので、これをちょっと検証していきたいと思います。ということで次回もお楽しみに。ありがとうございました。